はい、どうも大将です。いつもお会いできましてどうもありがとうございます。はい、ということで、今日も動画撮っていきたいと思います。今日はですね、世界一簡単な商品の作り方ということでですね、ちょっとお話をさせていただきたいというふうに思っております。いろんな方からですね、商品のことですね、割と聞かれます。で、商品作りってめっちゃ簡単なんで、僕的には全然難しくないので、簡単ですよ、簡単ですよって言ってたんですけど、具体的にじゃあどういうふうにして作んねんっていうところの話になると思いますので、ちょっと今日はそのあたりにですね、お話をさせていただければいいんじゃないかなと思っております。で、今日の話の前提条件としては、そのすごく大規模な商品っていうよりは、自分自身がね、個人でビジネスをやっていこうとか、起業していこうってなった時の商品の作り方ぐらいなのでね、今すでにビジネス、自分自身で起業してビジネスをやられてる方とかの参考になるかなと思いますし、自分自身がやってることでね、お話しさせていただきたいと思いますんで、今後ちょっとやっていこうかなと思ってる方にもね、参考になるんじゃないかなと、思っておりますので、ぜひご覧いただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。ということで、やろうと思います。もう先に結論言いましょう。基本的にね、個人とかのレベルで商品を作っていこうと思ってるんですね。ビジネスやってね、起業してね、自分で商品作っていこうと思った時に、まず考えるべきなのは何かっていうと、やれること全部やる。これが基本的には商品になるっていうふうに思っていただけたらいいかなというふうに思ってます。ビジネスって何なのかっていうと、それこそ価値交換ですとかっていうのを僕のね、このチャンネルでは言わせていただいたりします。相手からいただく価値は何かって言ったらお金なわけですよ。じゃあこのお金と代わりに差し出す価値は何かってなった時に、これが商品サービスになるってことなんですけど、その交換に値する価値って何かって言ったら、お相手のお悩みやお困りごとを解決する。もしくは、お相手の望み、願望を叶えるっていうことですね。要は言い訳で。お金と交換してもでも欲しい問題解決であったり、お金と交換してでも欲しい悩み解決であったり、お金と交換してでも欲しい願望を叶えるであったりとかっていうところが商品サービスになるみたいな感じのイメージで考えていただけると一番わかりやすいんじゃないかな。だから、ビジネスとは価値交換であり、これも大事なんで覚えてくださいね。ビジネスとは価値交換であり、自分が差し出す価値とは一体何なのかっていうと、お金と交換したい、お金と払ってでも手に入れたいって思っていただけるような問題解決であったりとか、欲求を満たしてあげることだよっていうところを覚えておいてください。ってなったらですよ、究極的な話、一言でまとめるとですよ、相手をビビるぐらい喜ばしたら勝ちなんですよ。めちゃくちゃ嬉しいってなったら勝ちなわけです。わかりますこれ言ってる。で、相手がもうなんか、もう自分にはこんなんできへんな、どうしたらいいんやろうって言ったら、もしよかったら代わりにやりましょうかとか、もしよかったら手伝いましょうかとか、もしよかったらそういうやり方教えましょうかっていうのが商品になるみたいな感じの話です。考えたら全然難しくないですよ。だから、商品作りをしていくときに、ぜひね、考え方として持っておいてほしい考え方は何かっていうとですね、どうやったら人はめっちゃ喜ぶんやろうですね。これ考えてください。めちゃくちゃ喜んでもらうためには何をしたらいいんやろうっていうのを考えていくっていうのが、商品作りに直結してくるわけですよ。じゃあね、例えばですよ、僕がやってるビジネススクールの7個を全部やってます。じゃあこれから自分自身でビジネスをやっていきたい、起業していきたいという方に向けて、例えば動画編集のね、ビジネスのスクールとかもやってるんですけど、それって結局動画編集のやり方教えますって僕言ってないんですよ。別に僕動画編集のやり方習ったらって思うだけなんで、でも動画編集のやり方を学んで、自分自身でビジネスを作って、売り上げを作って、お金稼げるようになって、そしてその動画を活用してから自由度の高いビジネスができるようになったらいいじゃない。だから例えば時間とか場所とかにすごいね、束縛されてたりとか、人間関係にすげえ疲弊したりとか、あと仕事にね、人生の大半を拘束されながらいやいや仕事に行ってたりとか、お金のことで悩んでたりとかっていう人に向けて、そんな時代じゃないですよ。動画編集のスキルを身につけて、でそれで最初ビジネスも作れるし、ビジネスの一通りのフレームワークも学べるわけやから、まずそこからやったらええやん。でその先に動画を活用してからビジネス展開していったら僕みたいな人生手に入るよっていう風なスクールね、やってるから、そこをきっかけにですね、人生変えた人たちははい賞と、あなたと出会えてよかったですって涙しながら言ってくれるわけですよ。じゃあ他もそうですね、 SBC っていう、これもオンラインで起業していこうっていうね、スクールです。マーケティングのことであったりとか、営業のことであったりとか、それこそコンテンツメイキングであったりとか、1年で月収100万円までの道筋を作りましょうみたいな感じで言ってるんですけど、やっぱり会社員してて月収100万円って結構無理あるじゃないですか。でもこれ変な話、個人でビジネスやって月収100万って大してそんなにね、難しくなかったりするんですよ。ある程度時間かかりますよ。でも1年っていう期間をちゃんと差し出して、信用の構築と、あとはちゃんとしたその商品を作るっていうのと、あと集客と販売とっていう、この設計がちゃんとできるようになったら、別に差して難しくないです。それこそ毎月1万円払ってくれるお客様を2人見つけていきましょうってなったら、1年後には24万円売り上げになるわけですし、でそれを積み上げていったら4年で100万円ですよね。でビジネスとか、成果が1つ出ればどんどん成果が出やすくなったりとか、か、また実績がつけば、どんどん実績ね、出しやすかったりするんで、まあ、どんどんこう、なんていうのかな、一定で伸びていくっていうよりは、こう、ビューンみたいな感じで伸びるんですけど、で考えるとそんなにさして難しくなかったりするんでね。じゃあこれもさっき言ったように、じゃあビジネスとか、お金とかね、人間関係とか、時間とか場所とかに縛られてる人に対して、好きな時に好きな場所で好きなことを仕事にして、好きな人とだけ生きていくための、そんなスキル手に入れましょうよっていうスクールやったりとか。で、これ要は、それが手に入ったらめっちゃ嬉しいやんっていうようなスクールを作ってるんですよ。で、これが商品になる。あとは YouTube のスクールとかね、女性起業家に向けたスクールとか。Instagram のスクールとか、これはまあ事業やってる人に向けたスクールとかもやらせていただいたりとかしてるんですけど、まあ、そんなんがあったりとかもしますし、だから要は相手がめちゃくちゃ喜んでくれることなんだろうって考えて、自分自身が相手を歓喜させるために差し出せるものは何だろうって考えて、自分が持ってるね、知識とかスキルとか、それこそ自分の経験とかを体系化してからお客様にこうプレゼントして、対価としてお金をいただくみたいな、これがビジネスになる。ね、じゃあパーソナルジム、これもちょうど来年3店舗目を頭にちょっと出すの、今日ね、物件もお話しして、次1週間後に内覧があるんですけど、まあ多分ほぼそこで決まりになるんですけど、来年で3店舗目出して、まあ来年の多分半ばぐらいにあと2店舗出して、全部直営で5店舗やって、2025年から、ね、全国展開ちょっと仕掛けていこうかなって、座組でずっとこの2年間頑張ってきたね、パーソナルジムっていうのをやってるんですけど、じゃあパーソナルジムの商品って何かっていうと、そうですよね、お客様にトレーニングをしっかりと指導しますよ。じゃあこれトレーニング指導することに価値があるんじゃないんです。わかります？お客様の望んでいる体体型に導くことに価値があったりとか、それこそ運動苦手やけど運動習慣つけたいなって思ってる人とか、もうなんかそろそろ体動かしていかんと衰えていってる自分すごく嫌だなって思ってる人に対して、じゃあ一緒に運動習慣を身につけましょうであったりとか、一緒に体変えましょうであったりとか、体重減らしたいなって思ってる人に一緒に痩せましょうっていうね。じゃあ痩せれない人が痩せたら嬉しいわけですよ。体変えたい人が変わったら嬉しいわけですよ。衰えを感じた人たちが若々しくなったら嬉しいわけですよ。みたいな。だから、歓喜してもらえる。これが商品ですよね。っていう風に考えるんですよ。商品作りっていうのは。でね、商品作りなんか、コンテンツメイキングとかで、まあなんかもう難しい、みんなもう言ってることとにかく難しいから、そんなんじゃないと。もっとワクワク、もっとドキドキ、もっとウキウキ、商品を作ったらいいと思います。でね、特に起業して、まあ、一人でまだビジネスやられてるビジネスオーナーの方であったりとか、一人で事業をやられてる個人事業主とかね、まあ、個人起業家の方にこそ言いたいんですけど、商品作るときになんかこううまいパッケージばっかり作ることばっかりこう頭にあるかもしれないですよ。みんな大体そうやから、それこそ YouTube でノウハウいっぱい喋られてる方いらっしゃるから、こういろんな情報を入れて、結局商品作りって何やったっけって、この本質見失ってしまうみたいな結構あるあるだと思うんですけど、自分が持ってる知識とかスキルとかね、経験とかを使ってですよ、人脈とかを使ってですよ、もう相手を歓喜させる、目の前の人を歓喜させる、これが商品だっていうところで考えていただけたらいいんですけど、だからこそ商品作るときはですね、まずもって考えるべきは何かっていうと、自分が持ってる知識、スキル、経験を全部総動員してからお客様を爆発的に喜ばせる最強のコンテンツは一体何なのかっていうのを考えるって感じ。だからうちの会社のパーソナルジムも言いました今日、お客様の体を変えようとか、体重を減らそうとか、自分自身の体の不調を改善しようとか、思ってることを成し遂げようと思ったら、大体どれぐらいの頻度でどれぐらいの期間が必要なのって聞いたら、大体3ヶ月です。で、3ヶ月でやっぱり週に2回ぐらいはパーソナルトレーニング、1時間ずつのトレーニングを受けていただいて、で、このパーソナルトレーニングがない時も、有酸素運動とかっていうのに意識をこう向けていただくことによって、体重は減るし、体は見た目も全然変わるし、自分の体感としても筋力が上がってたりとかみたいなね、3ヶ月月に8回通っていただいて、でその中でいろいろ指導をしながらですね、時間の使い方をこうコントロールしていったりとかすることによって、絶対に体は変わるし、意識は変わるし、その結果自信がついたりとかっていう風なことが手に入りますみたいな感じで言ってたんで、あ、じゃあそれをまず商品にしないといけないよねっていう。だから3ヶ月月に8回で食事のねコントロールをしながら、パーソナルトレーニングに来ない時間帯とかも有酸素をしましょうねとかっていうのを言ってですね、それも全部パッケージにした上で、じゃあわかんないです、LINE でお客様とやり取りをした方がいいのか、食事の写真を送っていただいた方がいいのかって、まあお客様の求めている結果を3ヶ月で出すために何が必要なのっていうところを固めていくのが要は商品作りみたいな感じで、自分たちができることを全部やったらいいんですよ。例えば管理栄養士がうちの会社いるんで、管理栄養士の人に入ってもらって食事の知識を入れた方がいいのか、例えばわかんないですけど、食事のメニューをこちらから提案してあげた方がいいのか、一人ではなかなかできないっていうから LINE で今日はトレーニングしましたかとかっていうアナウンスをねしながら聞いてあげた方がいいのか、まあもちろん来ていただいたら来ていただいたらトレーニングができるんですけど、でもそれだけではやっぱりなかなか変わらないっていうんであれば、自分たちがマックスその人に対してできることなんだろうって考える、これがまず商品作りにおいて一番重要なポイントだと思います。で、みんな時間かけないでおこうとか自動化しようとか考えるんですけど、そうじゃない。まずずは自分ができるフルのパッケージを考えた上で、もう全力を尽くして、その人の未来を一緒に変えるお約束をするわけですよ。で、このお約束をするにあたり、自分自身の時間であったり、労力であったり、過去の人脈であったり、お金であったり、なんか使わなあかんもの全部ひっくるめて、一体あなたいくらで売りたいのっていう、ここですよね、まずは。個人とかでビジネスをやっていくのであればね。そう。原価とか、他社のなんか比較で合わせるとかっていうよりは、自分自身がお客様と約束する、そこにかかるリソースであったりとか、意識であったりとか、今までの辛い体験、ね、苦しい体験、乗り越えた経験、ね、学んできた投資であったりとかも全部ひっくるめて、いくらでやりたいねって、ここです。で、ここで、例えば70万でも別にいいわけですよ。100万でもいいですよ。200万でも、300万でも、1000万でも別にいいです。それをあなたが提案したいのであれば。で、それを提案して、まず人が来てくれるかどうかっていう、ここなんですよ。それを提案して、じゃあ1000万で売りますってなっても、いやいや、そもそもあなた誰かもわかんないし、信用ないよって言われたら、交渉は決裂するわけですよね。でも、あなたが言うことだったら、ちょっと一回お願いしてもらってもいいですかと。私の人生変えてもらっていいですか、僕の人生変えてもらっていいですかっていう人が訪れてくれるのであれば、その価格で全然販売したらいいみたいな感じの意味。で、これが俗に言うバックエンド商品ってやつですね。自分ができることを全部言語化してから書き出して、そのお客様の未来を変える、一緒に人生を変える、そのために必要なリソース全部書き出して、それを一体いくらで販売しますかって、このバックエンド商品です。で、このバックエンド商品の手前にフロントエンド商品っていうのがあって、このフロントエンド商品っていうのが一体何かっていうと、そのいきなりね、超高額でいくのはなかなか怖いわけですよ。もうそんないきなり30万とか50万とか100万とかの商品買うの怖いわけですよ。だから、一回お試し商品として、これぐらいの価格帯で、こんな商品一回じゃあ受け取っていただいて、私の実力を測ってくださいであったりとか、あなたの可能性を見てくださいであったりとかっていうところを提案していくのがフロントエンド商品。例えば動画教材で学んで、一緒に何かしらこう動かしていこうね、みたいなやつを、例えば月額3万円とかで販売してもいいのね、みたいな感じのイメージ。商品作りはそんな感じで考えていただけるといいです。バックエンド商品でお客さんが抱えている問題を全部、あなたの問題、私のこの知識、スキル、経験、ね、実績、人脈、全部使ってフルで解決しますっていうパッケージが一体いくらなのか。そしてその手前にあるフロントエンド商品ですね。お試し商品を一体いくらで設計して売っていくのか。で、究極的な話すると、価格は別に自分で好きにつけたらいいけど、売れない価格をつけたとしてもあんまり意味ないから、売れる価格からまずはご提案させていただいて、信頼関係が結べて、しっかりと実績が出たら、実績に応じて価格帯を上げていくってことをしたらですね、綺麗にビジネスが組めるっていうような感じのイメージです。だから、無理な価格設定をして、うまいマーケティングで相手をこう解き伏せてですね、販売しようと思われる方が結構多いんですけど、実際そうじゃないです。商品が良くて、お客様が結果出せば、いやでも人は集まるんです。適切な情報を前に出すことによって、同じように悩みを抱えている人は必ず集まってきます。だから僕よく言うんですけど、土台は信用です。信用がない人のところで商品は買いません。土台は信用。で、その上にある、この事業、ビジネスの一番のコアの部分が何かっていうと、これが商品です。いい商品、いいサービスで、お客様の問題を解決する、お約束をするですね。で、これが商品のコアです。ビジネスのコアの部分。で、ここの土台とコアの部分があったら、SNSで情報を発信するだけで人が集まってくださいます。適切に商品のことを説明して、あなたにはこの商品向いてますよっていうとですね、商品が自動的に売れていく流れができる。で、売れたお客様が、またありがとう、あなたと出会えてよかったですってお声を上げてくださることによって、またこれを情報発信に乗せていくことによって、人がどんどん集まってくるみたいな流れが時間軸とともにできてくるよね、みたいな感じ。で、ビジネスは特別なことをやる必要もないですし、なんかうまいね、魔法とかね、テクニックとか、そんなんじゃないですよ。そういう時代じゃないもん、前。やることやって、目の前の人をハッピーにして、目の前の人に圧倒的に買っていただいて、目の前の人に歓喜していただいて、喜んでいただいて、それをテクノロジーを使って、オンラインを使って発信したりするだけでバーって人が集まったりとか、バーって売れたりとかって流れができてくるので、じゃあここからじゃあ商品をどういう風にして組み替えていこうかみたいな感じの話なので、はい、まあぜひですね、参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、すいません。ちょっとくどく喋りすぎましたが、ちょっと気持ち乗りましたが、ちょっと伝わったかな？なんかね、伝わってほしい。はい、なんかビジネス系の発信とかもですね、なんかこう今入り乱れてて、なんかすごいみんな迷子になっちゃってるかなっていうふうには僕も感じているので、できる限りこう本質的なね、僕のチャンネルでは情報発信をしていきたいなと思ってます。もう僕は頭悪いです。根性もなければ、知識はありますね。つけたから。いや、つけたからじゃない。やってるから。ついたんですよ。ついたが多分ね。だからセンスもなければ、別に能力高いわけではないです。ただ、本質をちゃんと捉えて、仕事とは、ビジネスとは、お金を稼ぐとは、一体何なのか、このコアの部分をちゃんと理解した上で、本質的にビジネスをやってるから、ずーっと右肩上がりに事業成長しています。パーソナルジムもそうですし、ね、オンラインスクールもそうですし、アパレル事業もそうですし、ちゃんと右肩上がりに伸びてるのはなんでかっていうと、ちゃんと本質を捉えてるからっていうことなので、これからも本質のね、話をいっぱいしていきたいと思います。ぜひ、楽しみにしていただいていいんじゃないかなと。います。はい、ということで今日は終了にしたいと思います。起業されてる方結構見られてるみたいで、ありがたいことにね、経営者の方とか個人でね自分でビジネスされてる方とか、ね、女性起業家の方とか結構見られて見ていただけるみたいなので、できる限りこう力になれるような発信をこれからも、頑張っていこうかなと思います。結構これから起業したいっていう人もねご覧いただいてるみたいです。そういう方に言いたい、起業難しくないです。起業家の方とか経営者の方とかに言いたい、ビジネスは難しくないです。もちろんね100億とか1000億とかってなると難しいけど、100万、月に100万とか月に1000万とかは大して難しくないと思います。もちろん時間軸は必要なんですけど、やるべきことをやればちゃんとそこはね達成できるかなってことだと思います。ずれずにね、ぶれずにね、焦らずにね、諦めずにちゃんとやればできるようになる、これはもう間違いでございませんので、はい、そういう本質的な発信をこれからもしていきたいと思いますので、ぜひ今日のね面白かったら高評価、チャンネル登録しておいてください。はい、ということで今日はこんな感じで以上にしたいと思います。今日も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。なんか質問とか相談あったらコメント欄の方に投げてください。さよなら、ありがとうございます。